えっと今日はですねあの新知学現代新知学にまあつながるというかまあ直結しているあの非常に重要なあの先生学理論があるんですねであのこれを紹介しておきたいいと思いますであのこういう古典というのを勉強してる人はあまりいないのでそういう意味でですねあの今日のお話というのは実はの新知学というふうにあの現代新知学という形で「ブラバッキー」以降がね あの、出してきた、そういう哲学というのは、実はものすごく古いのだっていうね。ことが、まあ、もう一度再確認できるだろうと。思うんですね。で、逆に言うと、あの、こういうことを知った上で、神智学をもう一度見直すとですね。あの、現代神智学と言われているものは。あの、ほとんど新しいものはない。という。ことがね。ものすごく古いものを。もう一度ですね、リバイバルしただけだと。 いうことが非常によくわかるんですね、えー、今日はその先生学理論の触、ま、り、あの部分を紹介するんですけれども「神秘主義思想史」っていうね非常によくまとまったホームページであの哲学の外観をですね非常に簡潔に説明してくれてる、えっと、ブログがあるんですね。でまあ今日これから見ていくんですけれどもまずこのブログのですね「ヘレニズムの宇宙観」っていう「宇宙論」っていうね ところの項目があって、で、二番目に、後で出てきますけど、二番目に。あの、先生学の、ことをちょっと紹介している部分が出てくるんですね。で、この二つを今日は、あの、紹介したいんですけれども。まあ、ヘレニズムの宇宙論というのは、これまでやってきたことの復習ということで、ちょっとこれを。見てください。ヘレニズムの宇宙論は、万物相応を原理としています。一種のですね、華厳教のような世界観。ですね。あの、花の。 あのどんな小さな一部分の中にも宇宙全体がそのまますっぽりとミニチュアサイズで収まっているっていうそういう世界観ですねこれがあの万物でおそらくあの仏教の華厳教なんかの思想っていうのはひょっとしたら伝わってたのかもしれませんけどあのまあこういう思想を持っていたということでとても自然な感じがします。ただあの あのこれはあの僕らがあのこれまでずっとね説明してきたようにフラクタルの思想であるとか密教の思想っていうのをもう伝えてきてますのでそういった中で自然だと言ってるわけであの現代人はあのようやく最近あのフラクタルであるとかホログラムとかっていうねそういう現代的な科学的な知見をね持って初めてマンダラの世界っていうのが現代に蘇えったわけですから。 そうすると2000年以上前に万物消亡っていうものを理解していたというのはですね、やっぱりこれは先進的ですわね、あの天才的だということがわかります。はい、七光線先進学理論とマグサイオイ文書かな文書かな、<laughs> まあここでは文章にしておきましょうね。<laughs> っていうこれはあの紀元前2世紀頃の文章なんですね。でここに実は七光線の先進学理論というのが全あのの 乗っているわけで、書いてあるわけで、2000年以上前。に七光線の理論というのが生まれているんですね。で、この光線理論は現代進中学の、あの、ベンジャミンクレームの本を読んで、み、いただいたらわかりますけど。全く同じです。で、えっと、これはですね、例えば。えっと、この。これトンパっていうの,の、相関号だと思いますけれども。進中学の、あの、特集をやってくれてるんで、この中にも光線の理論というのが、ちょっと書いてくれてます。 ここに七つの光線のことが書いてあります。で、えー、星座のあの光線に対する星座の働きかけ方もここに書いてあります。これは後で出てきますこちらの方でね。同じ全く同じです中身は。ですからここに書かれていることとここに書かれていることは同じなんですね。ということはあのー、現代の神中学の光線の理論というのは二千年以上前の古いものだということなんですね。ですから地球には 十二星座の発する正常な光線だけでなく十二悪霊を経過ししたた不な光線も達すると考えられましたこれはね非常に意味深でしたね問題はここなんですよあのミトラ教を読むとねアーリマンがあの悪霊を作る作り出すんですがね作り出すんだけどまあミトラによって退治されてで地球の周りに貼り付けられるんですね。これはね実はねあの二重の意味がある二重いうかね あの文字通りねこれね貼り付けられてあのミトラがね悪霊をねあの退治して地球の周りに貼り付けられてそして上からこう降りてきた光線がですね悪霊の死骸こうねミトラが発した死骸あれがですね十二星座を通過してくるんだけど地球の周りのねここに悪霊のね滴りでね邪気がねと一緒に落ちてきて光線が濁るってと それが人間に対して技を犯すっていうふうに考えているっていうのが一つの意味なんですね。普通そう取るんですよ。ところがね、これはね、本当の意味は別にあるんですね。